こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工房編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんが教えてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。はい、まずリスドール 40g 純強力粉、フランスパン専用粉ですね。そちらとレーズン酵母 40g をよく混ぜ合わせます。混ざりましたらこちらをラップをして室温で6時間置きます。はい、6時間経ちました。フードプロセッサーを用意してもらって、こちらにドルチェ 160g を入れていきます。グラニュー糖 40g です。こちらを一度攪拌していきます。ざっと混ざれば OK です。はい、一度蓋を開けて、こちらにバター入れていきます。バターは1センチぐらいにカットしたものですね。こちらを 100g、 使う直前まで冷凍庫に入れておくといいでしょう。またこちらをね、攪拌していきます。粉チーズぐらいね、細かくしていきますよ。どうでしょうね。フードプロセッサーをお持ちでない人はボウルの中にね、こちらの材料を入れて、カードを使って細かくカットしていってください。手でやる場合も粉チーズと同じぐらいまでね、細かくしていきます。一度開けてみましょう。まだちょっと塊があるので、もう少し攪拌していきます。さて、どうかな。お、もうサラサラですね。粉チーズのように少しね、お粉が黄色くなってきます。こうなれば OK です。はい、そうしましたら6時間置いておいたリスドールとレーズン酵母ですね、こちらを入れていきます。混ぜやすいようにいくつかに分けてね、入れていってあげるようにしてください。膨らんでますよね。はい、また蓋をして攪拌していきます。 2,3 個塊ができるまで攪拌していきますよ。ちょっと固まってきたの分かりますか？はい、一度止めてみます。もうちょっとね、固まってた方がいいので、もう一回回していきますね。はい、少しでいいです。はい、いい感じになりましたので、こちらをラップの上に出していきましょう。ラップちょっとね、大きめに用意してもらって、こちらの上に生地を全部出していきましょう。お粉がもし残っていましたら、そちらのね、お粉もね、全部出していきましょう。歯は気をつけてくださいね。出しましたらラップを使って、手にくっつかないようにね、ラップの上からちょっとね、押してあげます。で、向きを変えて2つ折りにして、また押すっていうのを何回繰り返していきましょう。やりすぎるとグルテンが出ちゃうのでね、やりすぎないようにね、まっすぐね、下に押すだけです。手のひらをねじらないようにしていきましょう。はい、固まりましたので、こちらを厚さ2センチぐらい伸ばしていきます。伸ばしすぎないようにしましょうね。あんまり薄くなっちゃうとね、美味しいスポンジなくなっちゃいますのでね。はい、周りはカーブでちょっと固めていきます。はい、こちらを冷蔵庫で1時間から2時間休ませます。途中40分ぐらい前になったら、オーブンに予熱を入れておきましょう。210度で予熱を入れておきます。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、
ろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、2時間経ちました。ラップを剥がしていきます。テーブルの上に置いちゃいましょう。そうしましたら包丁でランダムにカットしていきます。ランダムといってもね、なるべく大きさ同じにしてもらうといいですね。だいたい14個から16個ぐらいにしましょうか。もうね、形バラバラの方が可愛いですのでね、その辺は気にせずね、どんどんカットしていっちゃいましょうか。カットしましたら、オーブンシートを敷いた天板の上に並べていきます。ちょっと離してくださいね。はい、で表面に牛乳塗っていきます。これなくてもいいんですけどね、ちょっと私牛乳塗りたかったので塗っています。でこの後オーブンを180度に下げて18分から23分焼いていきましょう。はい、焼いていきます。焼き上がりました。ケーキクーラーにね、出していきましょう。美味しそうな色ですよね。これね、サクサクっとした食感なんですよ。結構ね、綺麗に焼き上がるんですよ。カットしたね、そのままの形でね。はい、じゃあこちら冷ましていきます。こんな感じで出来上がりです。簡単ですので、ぜひ皆さんも作ってみてください。ではまた。